ちは、竹下敦です。本日ご紹介するのはね、こちら、TC エレクトリック社のね、チューナーです。これはね、ユニチューンというね、単音で、音を、チューニングするタイプのものです。こちらはね、ポリチューンといいまして、和音でもね、音を、チューニングすることができます。ジャラーンって弾いた時にね、和音でね、ポリフォニックで、音がね、表示されます。こちらはユニチューンというね、ポリフォニックでは、表示されないタイプです。若干、僕は、どちらかというとユニチューンの方が好きです。でね、この2つ、両方ともに言えることなんですが、非常に重要なのはね、チューナーの電池。これをケチらないでください。ボタン型の電池なんですが、どっちだかな。ちょっと見当たらないな。電池がですね、ちょっと失礼。どこだ、ここだ。はい、電池がですね、型番がですね、CR の2032というタイプです。リチウムコイン型電池。こちらになりますね。はい、僕はこの電池に関しては100円ショップのものを使ってしまっているんですが、特に問題となったことはございません。はい、これね、皆さんね、注意しなければいけないのは、新品の時と、古くなった時でね、若干ね、なんて言いますかね、精度に差が出るんですよ。これはもうある意味仕方がないことなんですね。なぜかと言いますと、マスタークロックというね、基準になるクロックを作り出す、石が入ってるんですが、それはね、電圧によって若干の微妙なね、狂いが生じるんです。ですので、できる限り、電池はこまめに変えてください。それによってね、チューニングがね、すごく安定したり、ね、不安定になったりします。これ今、じゃあ、ユニチューンの方で今新品の状態なんですが、今若干ね高いんですが、大体の場合アームをウィーンってやってね、ってやると、まあ元のところに戻るか、若干ピッチが上がってしまう場合はまだナットがね、馴染みが取れていない状態ですので、もう積極的にアーミングしてしまいましょう。ストラトキャスターの場合ね、まずアームをじゃんじゃん使っちゃった方がいいです。はい、そうするとね、またピッチが上がるんで、またチューニングします。で、これね、新品のギターの場合、だいたいピッチが上がる傾向にあります。なぜかというと、ナットの滑りが悪いんですね、まだね。で、何度も何度もね、繰り返してアーミングしちゃいましょう。だいたいピッチは上がっていくものです。で、まあ一般的にギターの場合は約1年間は、いろいろなことがね、まだ馴染みの期間なんで、1年間大切に使って、そしてね、信頼できるレペアマンに、チェックしてもらいましょう。ね、とにかくアームをね、たくさん使うことで、積極的にね、弦とナット、この部分ですね、の滑りがね、だんだんと、当たりがついてきますので、ぜひね、積極的に、ストラトキャスターの場合はアーミングしちゃってください。で、こういったね、クリップ式のチューナーは、こまめに電池を変えてあげてください。それではね、今回のティップス、そこそこ役に立ったんじゃないかと思います。クリップ式のチューナーはね、もう電池が命なので、こまめに変えてあげてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。竹下敦でした。